ベンセスラオカサレス、別称ベンセスカサレスは、アルゼンチン出身のテクノロジー企業家及び、事前活動家で、テクノロジーや金融ベンチャーに特化した、グローバルビジネスの経験を有します。カサレスは、ビットコインウォレットプロバイダーズポの CEO を、務めており、インターネットアージェンティーナ、ワナコゲームズ、パタゴン、レモンワレット及びバンコレモンを創設しました。また、ペイパルや、 コインセンターの取締役やキバやビバトラストの役員も務めています。カセレスはビットコインの支持者でインターネットよりも大きくなると確信しています。アレンカンパニーカンファレンスで頻繁に講演するカサレスはビットコインは100万ドルを突破すると予測しました。カサレスは4人兄弟の長男で家族はアルゼンチン、パタゴニアで羊牧場を経営しています。 高校ではカサレスはロータリークラブによるペンシルベニア州ワシントンへの交換留学の奨学金を取得しました。カセレスは USA トゥデイのインタビューでこの奨学金制度により人生が変わったと思い返しました。またアメリカ人について何でもできるという姿勢があるとも述べました。ブエノスアイレスに戻りサンアンドレス大学で ビジネス管理を3年間勉強しましたが、1994年、アルゼンチン発のインターネットサービスプロバイダーである、インターネットアージェンティーナ SA を開始するために退学しました。1997年には、この会社を辞め、アルゼンチンのオンライン仲介会社パタゴンを創設しました。パタゴンは、ラテンアメリカ有数の総合インターネット、金融サービスポータルとして確立し、 オンラインバンキングサービスをアメリカ、スペイン、ドイツにまで拡大しました。パタゴンはスペインの銀行サンタンデール銀行に7億5000万ドルで買収され世界に対応するサンタンデールオンラインになりました。パタゴンの投資家にはジョージ・ソロス、インテル、マイクロソフト、JP ・モルガン・チェイス、起業家、フレッドウィルソンが含まれます。フレッドウィルソンは テッククランチのジャーナリストサラ・レイシーに対してカサレスはサポートした起業家の中で一番だと伝えました。カサレスは後にハーバード大学で OPM プログラムを修了しました。2002年カサレスは本社をニューヨークに置くワナコゲームズというビデオゲーム開発を行う企業を創設しました。ワナコゲームズはベストセラーとなったゲームアサルトヒーローズで有名ですが 2007年にアクティビシャンに買収されました。また、2002年にカサレスは、パートナーとともに、ブラジルの銀行口座を所有しない、人向けのリテールバンク、バンコレモンを創設しました。ブラジル最大の銀行ブラジル銀行が2009年6月にバンコレモンを買収しました。カサレスは、デジタルウォレットプラットフォームレモンワレットの創設者であり、CEO でもあります。 2013年、アメリカの企業、ライフロークが約4300万ドルでレモンを買収しました。カサレスは、カリフォルニア州パロアルトを拠点とするビットコインウォレットのスタートアップ企業ゾポの CEO を務めています。ゾポは、世界最大のビットコイン保管機関であると言われており、旧スイス軍銀行など、5大陸の地下金庫に100億ドル相当の 暗号通貨を保有しているとされています。また、ゾポはシリコンバレーの主要ベンチャーキャピタル企業から4000万ドルを調達しました。クオーチ氏によると、カサレスはビル・ゲイツ・エム・リード・ギャレット・ホフマンなどシリコンバレーのテクノロジー業界で経験豊かな著名人にビットコインに投資するように説得した企業家であると報じました。2011年、カサレスは カルティウーマンズイニシアチブアワードの審査員も務めました。また、カサレスは、アスペンインスティチュートのアスペングローバルリーダーシップネットワークの2017年度、ヘンリー・クラウン・フェローズのメンバーでもあります。また、世界経済フォーラムの2011年度、ヤンググローバルリーダーズクラスにメンバーとして選ばれ、定期的にスイスのダボスで行われる世界。 経済フォーラム年次会議に出席しています。さらにヤングプレジデンツオーガニゼーションのメンバーでもあります。2010年、カサレスはパブロ・ボッシュと提携してチリ・サンティアゴでカサレスが所有するソーシャル・キャピタル及びイノベーション施設ラス・メジャーダズでピルクを創設しました。カサレスは妻と子供3人とカリフォルニア州パロアルトに住んでいます。2004年から2007年、 カサレスと家族はシンパティカ、カタマラン、シンパティカ号で世界一周旅行に出ました。ありがとうございます。